もどかしい友情ですね。2024年冬アニメなんですけど、続編が決定している作品が結構多くてですね、これを撮影している段階ではですね、7作品ぐらい続編決定してるんですよ。まあ多いなーって思うわけですよね。で、その中でも世間的にめっちゃ盛り上がったのは、薬屋の独り言なんじゃないかなって個人的には思ってます。私もめっちゃ盛り上がりましたし、めちゃくちゃ嬉しかったです。もう大好きな作品なんで、円盤買ってますから。あ、逆でしたね。2巻ですね。はい、購入させていただいてるというところなので、まあ、薬屋の独り言、まあ、続き見れるんだというね、まだまだわからないことね、ありますから、気になる点とかもあるんで、いや、ほんま楽しみだなと、2025年楽しみだなと思ってるんですけれども、ほんま盛り上がりましたし、嬉しいなっていう気持ちありましたが、現状ね、一番嬉しい作品、2期決定して、もう正直涙出てしまいました。興奮しすぎて、もう嬉しすぎて涙が出るぐらい嬉しかった続編タイトル、姫様拷問の時間です。2期おめでとうございます。めちゃくちゃ嬉しかった。もう全く想像しなかったっすもん。絶対ないわ、みたいな、思ってたんですけれども、いや、もう2期決定というね、ところで、すごく嬉しいです。姫様拷問の時間です。私、本当に大好きなんですよ。いや、まさかですよ。いや、こんなに大好きになるとは、みたいな。毎週毎週ワクワクしながら視聴しましたね。もうほんま後半ぐらいですかね。6話以降ぐらいやったと思うんですけども、そっからめちゃくちゃハマりまして、ほんまに大好きです。もう正直もう円盤買おうか迷ってますね。はい。それぐらいですね。ハマりました。で、第1話ね。第1話をね、視聴して私が何を思ったか。姫様拷問の時間ですを見てね。5分アニメでええやんって。いや、めちゃくちゃ思ったんですよ。そんなん30分もやる必要ある?みたいな。第1話何やったかっていうと、まあ、姫様がね、捕らえられました、みたいな。で、拷問受けます、みたいな。魔王軍から拷問受けて、トーチャーから、みたいな。ね、ところありましたけども、その拷問の内容がもうめっちゃしょうもないと。飯テローっていうね。拷問を受けるわけですよ。で、第1話っていうのは小麦粉関連の、拷問を受けていたと思うんですけども、いや、これ30分きつない?みたいな。1話だけやったらいいけれども、これあと11話あるんでしょうみたいな。次回もこんなんやったらきついですよって思ってたら、次回も、まあ、同じようなね、内容だったわけです。ご飯じゃなかったですけど、飯テロではなかったんですけど、やってることって一緒やったんです。まあ、言うてしまったらですね、12話全部一緒のことやってるんですよね。なんかしょうもない拷問を、まあ、魔王軍がね、持ってきまして、で、それに対して姫がですね、いや、そんなん屈しないぞーってこう言うんですけど、結局屈しちゃいましたみたいな。秘密話しちゃいましたを12話全部やったんですよ。姫様拷問の時間ですわ。ほんまにワンパターンやったんですよ。まあ、ちょっと変えてはいるんですけども、緩急つけてるはいるんですけど、やってることはほんまに一緒やったから、ずっと同じことやってたのに、最初はこんなん絶対飽きるやんって思ってたのに、ハマったねー。姫様拷問の時間ですわ。まあ、そういう方がね、多かったんじゃないかなって思ってまして、まあ、今回2期決定しましたけども、最初からね、2期決まってたわけじゃないんですって。制作してる最中にやっぱ人気出まくったんで、決定したというところで、何も決まってないらしいです。はい。2期に関していつ放送するかとか、もう何も決まってないというところでございますから、ほんま急遽決まったアニメが放送されてから、人気になったんだろうなぁと思う次第でございます。はい。すごくね、いいアニメだったんですけども、この姫様拷問の時間ですがね、いや、こんなに盛り上がった理由、まあ、いろいろとあると思います。もともとね、作品が面白い、原作から面白いというね、そういうのもあるかと思いますけども、私が一番思うことね、姫様拷問の時間ですが、こんなにも、心に刺さった理由、パインジャムさんですよ。まあ、パインジャムさん制作やからっていうのが、いや、大きいのかなって思います。まあ、わからないですけどもね、比較のしようがないんで、他の制作会社さんが作った姫様拷問の時間ですを見る機会はもう一生ないですから、わからないですけど、私はもうパインジャムさん様様なんじゃないかなって思いますね。いや、ほんパインジャムさん有能すぎません?いや、マジで。
めっちゃ思った。姫様拷問の時間ですを見ていて、すごいなと思って。で、何がすごいかっていうと、もうパインジャムさんって何でもできるんですよね。そこがすごい。まあ、制作会社さんによってさ、特色とかあるじゃないですか。この制作会社さんは、こういう作品が得意ですみたいな。こういう作品結構やりますみたいなね。なんか萌えアニメが得意です。アクションシーン得意ですとか。なんか、ね、あるじゃないですか。そういうのがあると思うんですけども、パインジャムさん何でもできるやん。いや、ほんまに。なんでもできるやなと思って。やっぱその、姫様拷問の時間ですよね。見ているだけでも、いや、ギャグもいけるでしょ。で、萌えもできるでしょ。で、ロリもできるわけでしょ。で、アクションもできたりするわけですよね。で、まあ、言うてしまったら群像劇もできるんちゃうかと。いや、いうところで、いや、すごいな、みたいな。何やってもおもろいやんっていうのを感じましたね。ほんでですよ、この、姫様拷問の時間ですをきっかけに、パインジャムさんを知りましたという方もですね、いや、少なからず、いらっしゃるんじゃないかなって思うんで、まあ今までね、パインジャムさんが手掛けてきた作品の中で、まあ私が心に残っている作品、何個かお話しさせていただければなって思いますけれども、私の出会いですね。パインジャムさんとの出会いなんですけども、ジャストビコーズでしたね。ジャストビコーズいいのよ。めちゃくちゃいい作品で、これパインジャムさんのオリジナル作品になるんですけれども、高校生ですね。高校3年生の冬から描くっていうね、すごいとこから描くやんって思いますけども、そういった作品でですね、まあ青春群像劇みたいな形ですね。まあ恋愛も絡めたりもね、してるんですけども、まあ一言で言うとめっちゃ地味なんですよ。ジャストビコーズってめっちゃなんかド派手なしドカーンとかね、あるわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ地味なんですけども、それが丁寧なんですよ。地味に丁寧なことを積み重ねてんのがもう、ジャストビコーズ。なので、もう最初っからおもろいとかじゃないんですよね。1話、2話、3話とかは、わ、なんかちょっとなぁ、みたいな気持ちあるかもわかりませんけれども、やっぱ積み重ねの力って大切なんだなってね、ジャストビコーズ見てて思いますわ。もう中盤からもめちゃめちゃおもろなってくると、その勢いのまま最終回まで行ってもう見てよかったとね思える作品ですから、ぜひともねジャストビコーズ見たことないよって方ですね、視聴していただければなって思います。ただやっぱ結構最初の頃の作品なんですよ。パインジャムさんの中でも、ジャストビコーズって3作品目ぐらいじゃないですかね、そのぐらいなんで結構まあ荒々しさもあるんですよね。丁寧なんですけどやっぱちょっと細かいところで荒川ね、目立ってしまうのかなっていう作品ではあるんですが、本当に中身がねしっかりしているオリジナル作品、青春群像劇になってますんで、ジャストビコーズぜひともね見ていただければなって思いますね。でその後何見たかな、グレイプニルって何でしたっけ。グレイプニル、まあちょっとわからんタイトルですね。なんか着ぐるみ着て戦うみたいな、なんか花江夏樹さんと遠山奈央さんと花澤香菜さんが出てた、まあちょっとグレイプニルはわかんないんですけど、次のね作品紹介させていただければ、やっぱもうパインジャムさんと言ったらじゃないですか、過激少女。もう過激少女を見たことない方はもうほんまに見てほしいですね。まあスポコンなんすかね、過激少女っていうのは。効果過激団っていう、まあ、我々の世界で言うと、まあ、宝塚ですよ。はい。宝塚の舞台に立つために、そのなんか効果過激団の音楽学校っていうところがね、あるんですけども、そこの学生さん、1年生のね、もう頑張っていく姿を描いたのが、この過激少女になってるっていうところなんですけども、もうこれはもう、涙が止まらないですよ。もう全員の青春が詰まりに詰まっていて。で、みんなやっぱね、効果のね、舞台に立ちたいわけですよ。ね、やりたい役があってね、こういう役者になりたいと思いながら、やっぱ門を叩いていくわけですけども、みんな葛藤を抱えてるわけですよね。いろんな葛藤があるんですよね。まあ、いろんなキャラクターがほんまにいるんですけれども、まあ、主人公はね、サラサっていう、この金髪の女の子なんですけども、この子もこの子でね、まあ、ちょっと、過去に苦しい経験があったりだとか、ほんで、この青髪のね、奈良田愛ちゃんっていうね、キャラクターなんですけど、この愛ちゃんもね、ものすごく問題を抱えていたりだとか、で、私が一番好きなのはここにいますね、星野薫ちゃんっていう、この子もやっぱ重たいものを背負ってるんですよ。でもものすごいね、いいエピソードもあるんですよね、星野愛ちゃん。もう一人一人の葛藤をもううまいこと描いて。で、もう、みんながね、自分で頑張って乗り越えていくっていうだけではないんですよね。この大人も介入していくというね。先生方もね、やっぱしっかり
かりとこのみんなのことを思って、指導しているというその様子もすごく心に刺さりますから、この過激少女はね、ほんまに見てほしいです。私もパインジャムさんの作品いろいろとね、視聴させていただいておりますけども、いっちゃおもろいと思う、過激少女。ほんまにもう、2期やってほしいな、あのストック内らしいですけどもね、はい、やってほしいなと思います。めちゃくちゃおもろいんで、過激少女。私の家に来ていただければですね、ブルーレイお貸ししますので、よろしくお願いします。続きましてはですね、久保さんはモブを許さないですか。ラブコメ作品がね、ありまして、久保さんというヒロインがいまして、で、主人公の名前何だったかな？白石くんですね。白石くんっていうめっちゃ影薄い子がいるんですよね。で、もうクラスメイトどころか先生からもね、存在を認識されないっていう主人公がいるんですけども、久保さんだけは認識できるっていう、そういう感じのラブコメ作品もやってましたね。だからパインジャムさんはラブコメもできるというですね。はい、素晴らしい制作会社なんだなと。思います。続きましてですね、Do It Yourself と、ことで、こちら2022年ですかね、オリジナルアニメでございます。日常アニメと、なっておりまして、まあ、結構ですね、近未来のお話でしたね。AI なんかが日常生活に溶け込んでるというような、世界だったわけでございますけども、そんな世界の中で DIY、手作りをしていくというですね、まあ、非常にハートフルな、日常作品になっていたんじゃないかなと、個人的に思っております。まあ、主人公のセルフちゃんとですね、その友達のプリンちゃん、この二人のですね、まあ、非常にもどかしい友情をですね、ぜひとも楽しんでいただければなって思ったりもしますし、まあ、この Do It Yourself もですね、いろんなキャラクターが、登場しましてですね、まあ、いろんな、葛藤なんかをね、抱えております。まあ、学生ならではの悩みなんかもね、あったりもするんですけども、そういったところに手作りというですね、真心が加わることによって、どういった道に進んでいくのかっていうのをね、見届けていただければなって、思う次第でございます。まあ、とりあえずほんまにセルフちゃんと、プリンちゃんの友情が、ほんまにね、なかなか噛み合わないと言いますか、なかなかのぎこちなさあるんですけれどもですね、温かく見守っていただければな、というところでございます。そして、今期放送されておりました、姫様拷問の時間ですに繋がっていくということでございます。ほんまにパインジャムさんはね、もっともっと有名になってほしい、制作会社さんだなって思ってますし、いや、マジで、もう、土着層大渡り作品みたいな、そういったものとパインジャムさん巡り合えばですね、いや、ほんま跳ねると思うんで、パインジャムさんは、これからもですね、心の底から応援していきたいなと思ってる人でございます。っていうところで、以上で動画を終えたいなと思います。ほんまに姫様拷問の時間です。2期決定は嬉しい。本当に嬉しかったんで、はい、ずっと、待っておりますというところでございます。ぜひ皆様ですね、姫様拷問の時間ですの感想ございましたらコメント欄で教えてください。あと、パインジャムさんの作品に関しましてですね、これ好きだよーってものがございましたら教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、押せるのかどこにあると思うんで、あと1本くらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーライフみんな届けで。